酒館学院修習期限定講座パッケージの授業講師の酒館です。今回紹介するのは2013年にソニーコンピューターエンターテインメントがプレイステーション3向けに発売したパペッティアです。でまあわけのわからんどうでもいい部分は軽く見た上で裏面というデザインになっています。で表面からまあ PS3 のロゴがあって 3D テレビ対応のマークがあってでロゴパペッティアというロゴがありますね。でセロ A 全年齢対象でソニーコンピューターエンターテインメントの、まあ、マークがあります。で一応これあれですかね、演劇の舞台のカーテンをこの少年がこのハサミでチョキチョキって切ってしまって裏が見えてるような絵柄ですかね。でこのなんかちっちゃいのが妖精かなんかなんですかね。で多分主要なキャラクターが映ってて後ろの方にこう地球なのかな、星があったりあとお城があったりします。まあ、ゲームの舞台を説明してるんでしょうね。ということで、まあ、裏面に行きます。裏面を見ると、まあ、キャッチが、まあ、なんか簡単な説明っぽいのが2箇所あって、あと下の方は、まあ、あのびっしりあの書かなきゃいけないことが書かれてます。で、まあ、少年がハサミをこうやってる絵柄が載ってたりね。でキャッチ的には少年空太郎が繰り広げるアクション大活劇いよいよ開演ってことでね、彼が空太郎なんでしょうね。彼が空太郎なんでしょうね。で伝説のハサミカリバスを手に多彩なステージを駆け巡れってことで、まあこのハサミがカリバスっていうんですかね。だからもう潔いですよね、この少年がハサミを使ってなんか切りまくるようなアクションゲームですよってアピールだけでこの、ね、全てを説明しているのが潔くて、でここに画面写真がねちっちゃくこう出てるんで、これ見るとなんとなくこうゲームイメージがつかめてくるような結構ねいいデザインになっています。うん、潔いよな。でもなんかハサミジョキジョキするとなんかこれ危険じゃないのかな、パペットだから許されるってことなのかな。ちょっと気になりました。以上、酒館でした。